まあ、小柄な僕にこのようなオファーを複数のチームからオファーをしていただいたことが、まあ、何より嬉しいことでしたし、もちろんやっぱ驚いた部分もありました。 NBA という世界は本当に厳しいところなんだっていう話は、はい、聞いているので、本当にこうしっかりとした覚悟を持って、プレーしていきたいなというふうに思っています。福岡が生んだ日本バスケットボール界のスターが世界に挑戦です。先日アメリカテネシー州に拠点を置く NBA チームメンフィスグリズリーズと契約を発表した河村勇輝選手が今日記者会見に臨みました。どれだけ自分との戦いに勝てるかっていうところはやっぱあると思うんで、まあ、そういった覚悟はしっかりと持ってどんな困難になろうとも立ち向かう自信はありますね。それが一番自分を成長させてくれるっていうふうに思いますし、まあ、これはバスケットボールのスキルだけではなくて人として成長できるって信じてるんで、すごく楽しみです。川村選手はバスケ強豪校福岡第一高校出身。高校時代はウィンターカップ2連覇、2年連続でベスト5に選出され、日本一のタイトルを4度獲得しました。今月から始まるパリオリンピックでは日本代表メンバーに選出。まさに今勇ましく光り輝く大注目の選手を育てた福岡第一高校の井手口監督は、高校生の時に B リーグに入れてもらった時も、いや出れないなと思ったら活躍したし、大学もあっという間にインカレも優勝して、日の丸かよと思ったらもう日の丸のリーダー的なとこまでこう速いスピードで駆け上がってここまで来たので、はい、まあ、だからここから先ね、分からないけど彼ならやれるかもしれないなという気はしてますね。教え子の予想を超える成長スピード、井手口監督は日本バスケ界のさらなる成長にも期待を寄せます。彼が成功するということは彼だけのことではなくて、はい、日本の子どもたちっていうのはそんなに大きい人はいないわけで、そういう人たちでもバスケットにチャレンジできるというね、そういう道をね、さらに小さなポイントガードがこうあるんだよっていうのをね開発してくるんじゃないですか。でまさにパイオニアってことですよね。ですもうそれぐらいの覚悟では持ってると思うし、なんかみんながざわついてて、はい、聞いたら、まあ、その川村選手が、まあ、そういった形で NBA に挑戦するっていうのを聞いたんで、言葉に表せないってすごすぎて、やばいすごすぎて、もうなんか神様みたいな、NBA で先輩が活躍してるのを想像したらいかがですか。まあ、自分たちみんなにとっても刺激になりますし、まあ、本当もすごいっすやっぱ川村選手もやっぱまた大きな壁にぶつかると思いますし、まあ、自分たちも、まあ、このインターハイのトーナメントが決まって、まあ、自分たちのやるべきバスケットの精度を高めていけたらっていう話はまあみんなしたので、福岡の街でも世界に羽ばたく川村選手に期待の声が。いや、なんか夢があるなって思って、一気になんか子どもたちが夢を持ってるスポーツになったなって思って、ちょっと息子もバスケットし始めたんで今日買いに来ました。全てが上手すぎて顔もいいし期待してます。同い年ですごい活躍されてて、僕も見習わないとなと思ってます。かっこいいなって、僕らの年代がこれから日本を背負うのかなっていうのは思っていますね。もういろんな影響があるんですよ、ね、やっぱりこれから河村選手の活躍によって、うん、体のサイズがそこまで大きくなくても活躍できるっていう夢を与えてくれるような、ね、本当にすごいこう同い年としても奮い立たせられますし、同い年じゃないですよ、10個以上離れてはいますけども、以前から、ね、頑張らないとなんですけど、でも自分のためはもちろん、やっぱり後輩たちの夢のためにもそうなんです、より頑張ってほしいと思います ね、本当 4,5 年前まで福岡第一高校でプレーをしていたという川村選手なんですけども、改めて今回の契約についてご紹介をします。
はい、河村勇輝選手、福岡第一高校を卒業して東海大学に行き、中退をして、うん、プロバスケットボールリーグ B1 横浜 B コルセアーズに所属をしているという選手なんですね、はい、で今回 NBA のメンフィスグリズリーズというチームと、うん、はい、エキシビット10という契約を締結予定、はい、これが9月に待ち受けている、うん、これどんなものかと言いますと、うん、練習に参加をするんですね、はいはい、でそこで活躍が認められると、うん、NBA の道が開けていくという契約なんです。それくらいの期間練習見てもらえるんですか？おおよそ1ヶ月間、10月に NBA 開幕しますんで、はいはい、ここでの本契約を目指すということなんです。ただこのエキシビット10に選ばれるのもかなり狭きもんなんですよ、うん、ですよね。どれぐらい難しいものなんですか？どれぐらいと例えるのが非常に難しいですけどね。世界中のバスケットボールプレーヤーの中で一チーム20数人っていうような、うん、狭きもんですので、立ってる時点でもう本当にすごいことですよね。ただそれだけ NBA は高い壁が立ちはだかっているという状況なんですね、うんうん、そんな中で福岡第一高校の恩師、うん、出口先生にこんな LINE が来たということなんです、うん、はい、7月7日おとといですね、はい、やっとスタートラインに立てました、うん、必ず NBA の舞台に立ちたいと思いますと、ね、ちゃいさんグッときますよ ね、 ね、まだこういう LINE 送る中っていうのもね、いいですよね。そうなんですよ、ね、そう、やっぱり出口先生もね、高校時代見守ってきたわけですから活躍も期待しておりますし、うん、改めて知りたかでも川村選手に、うん、これ2019年の冬、4年前、長岡さんじゃないですか。そう、長岡さんインタビューさせてもらいまして、この時スリッパを用意してくれたりとか、人としてもすでに人格者、丁寧で律儀で、そんなところも大切にしながら、そして第一高校、いよいよ8月からインターハイ福岡で開催、こちらの活躍も期待しております。